はい、どうです。今日は発表がありまして、新チームついにね決まりました。まあ、チーム名が決まって、まあ、登録がね決まったということで、ちょっと一回座っていい？はい。リカオンズ1月に抜けて、現状ねチーム登録ないまま、ワールドカップはね非公認なんで出れたんですけど、団体登録ねしてないまま、今日まで迎えて、この4月ですね、ようやくチーム名決まって、これからですね新生デイリーチャンネルの陸上チームとしてですね活動していこうかなというふうに思います。いや長かったね。長かったっすね、うん、どうかな、なんかチーム名も決まらんで大会やっちゃいましたからねそれってどうなん、そうなんすよね。何もやねんっていう感じになってましたもんね。なんか本当はチーム名とかユニフォームとかも決まってたら、まあ言うたらその僕らの大会ねトリガーで物販とかもしたかったんですよね。まあさ当たり前じゃない、普通するじゃないですか。うん、します。けど僕らはなんか全然そういうのなくて、ないままね大会始まっちゃって、まあ、結局いろいろ悩んでね、今日まで来ました。まあ今年はね僕個人的には選手としてもやっぱり高いとこ目指していこうということで 5000m13 分台っていうのをね一つこう目標に掲げてます。まあただねそれだけだと個人の目標になっちゃうんで、やっぱ駅伝っていうのを一つ出たいなと今年も思ってて、はい、まあ昨年はね関西国際駅伝っていう、まあ遊びって言ったら申し訳ないんですけど、まあ主催者側もそれぐらいのつもりでやってると思うんでそこ別に申し訳ないとかないと思うんで、うん、はっきり言っちゃいますけど、まあ、そんな大きな大会ではないんですけど、まあ、今年はねちゃんと7人揃えてですね実業団登録して、クラブチームでもね東日本実業団駅伝とかには出れるんで、ぜひとも出たいなというふうに、ね、思ってます。でも現状7人を、あ、まあそうです、もちろん、はいはい、7人はね全然いないです、はい、正直 3,4 人しかいないんで、まだまだ、でしかも戦力になるかと言われればねどうかっていう人もいるんですけど、うん、ごめんせめて登場してから、お前まだ登場してないせいやからちょっと待っててくれや失礼なこと言ってるや、うん、俺、まあ、それをねおいおい、まあ、トリガーだったりとか僕の友人を通じてですね市民ランナーで一緒にやっていこうという人がいたらね誘いたいなというふうに思います。まあ、そういった市民ランナーの選手を集めてですね駅伝っていうのはね、まあ、絶対出ていこうかなっていうふうに思ってるんで、じゃないとチーム作った意味ないっすもんね。そうなんや、そう、僕もやっぱ世間ではやっぱ YouTuber って言われてて、まあ、競技の方をねまあ、正直諦めたというか、まあ、捨てたっていう風にね、まあ、思われがちだと思うんですよ正直。まあ、ネットの反応とか見てるのもそうですし、まあ、そういったところでね若干やっぱ心の中ではね、まあ、悔しいというか腹立つなっていうね思いもあったんで、やっぱ実業団選手倒せるぐらいの力っていうのはね、まあ、こんな生活しててもこんな生活っていうのはおかしいんですけど、こんなね環境でもやれるんだっていうところをねちょっとね見せたいなというね、まあ、正直思ってます。まあ、なのでねまずはチーム登録というところで無事チーム名決まって、これからねユニフォームとかも作って、まあ、ユニフォームとかねできてないんですけど、作っていって頑張っていこうかなというふうに思います。ということでですねちょっとチームメンバーね一人久々に呼んだんで、来てもらいましょう。はい中腰おかしいな失礼します。こいつ何やこれ、失礼します。この絵面なんやねほんまに。いや久しぶりにね大金が。大金です。今年初めてじゃん。動画2022年初めてじゃない。初めて。あ、そうっすね。あ、そう。箱根前と、うん、3人で撮りましたもんね。そう。あと12月にレース出て、うん、その動画も撮ったんやけど、あ、50分かかすぎて、16分かかってボツになった。そう。単体で主役飾る予定が。そう。大金1本で撮ろうとしてんやん。シーズンずっとこう記録伸ばしてきてたやんか。直近で15分 8まで行ってて、これあるんちゃうかみたいな。14分台がね。そう。そこ収めようと思って行ってや。盛大に外した。いやもうフラグ立ててたからな。そう。みんな。なんか怪しかったもんね。俺もちょっとない。感じてました。いけない匂い。そうで久々にね来てもらって。どうですか最近練習は？まあちょっと3月は故障もあって今は走り始めてるんで。あ、そうか、はい。だってトリガーとペーサーほとんどできなかったもんな。そうですね。そうや。でも練習は結構しとるよな。まあ練習は最近はしてます。でなんか地元の方の草レースが出てるんでしょ？あ、出る。あ、来週も記録会やる。あ、そうなんや。うん、何？3000。そこの？あ、茨城から。ああ、茨城。3000。3000。8分50ぐらい。ああ、9分20ぐらい。レベルいける？おい。背中見えてきた。追いつけ追いかけレベル。大金もね、まああんまりその失礼な話、じゃあ実業団駅伝走りってなった時に戦力になるかどうかって言われればね、ちょっとね、まあね難しいとこあるんですけど、人数いなかったらもちろん走る。そこはね、もう個人の目標なんで。大金さん的にどうなんですか、その一流選手に揉まれるのは。どうなんだよ。でも別に横落ちたもん大丈夫ないから言っとくけど、大金はそこに引き目を感じることは一切ないですかね。うん、まあ個人の集まりやと思ってるから、それでまあ駅伝とか出ていけばいいなっていうふうに思ってるだけなんで、絶対的に速い人がいないと選手に入れないとかではなくて、それで楽しく走りたい人とかでも全然僕の仲間だったらチームには登録して走りたいって、まあ、だからその別に最強軍団っていうよりかはチームレイディーというか、
まあ、俺らの仲間で駅伝に出るっていう雑草集団みたいな、そういうイメージなんで、そんななんかエリート上がりのやつばっか集めて、東日本実業団でなんかこう上位目指しますとか、そういうことじゃないんですよ。それやったら意味ないんで、僕が気に入ったやつらを集めて、その中で上位を目指すのが、そもそも人選はあの俺が好きなやつしか。大金さん照れてますやばい、横で気に入られたって言ってる、うん、そこはね、まあ、ちょっと勘違いしないように、見てる人も僕らもそこの意味を履き違えないように、ね、まあ、したいなというところ。僕早いんでって言ってガツガツくるやつは、あ、もうそれはそれはいらないですから、ね、そういうのじゃないんで、まあ、まあ僕前のチームの時にもね、あのいたんですよ、あの入れてくださいみたいな。でもちょっと違うなと思った人はやっぱ断ってきたし、はい、うん、おう、ね、あのさ、あのさ、あのビールビールめっちゃ出てくんねんけど、めっちゃ出てくる、あれおもろいな、ちょっとなるよなここで飲んだのにおすすめ飲んだめっちゃおもろいっすあれ変な BGM が、そうそうそう、加工がすごいんだよ、そうそうそう、やばいねんって。え、その人は実際に会ったことあるんですか？ね、あんのはないかな、ないな、俺はないな。で、なんか全然イケメンとかじゃないんやけど、はい、めっちゃなんかさ、こう、細顔のなんかあれはおもろい、マジで。まあね、まあね、その人が悪いとかじゃなくて、まあなんとなく合わなそうな人とかっていうのは、僕がね、うん、そのそいつがいい悪いじゃなくて、僕と相性がどうかっていうだけの話で決めてるんで、まあ無事ね、新生、僕らのチームということで、あ、チーム名発表しない。そうです、まだ発表しない。今終わろうとしました。締め寄ったわ。いやいやいや。今チーム名、はい、決まりまして、発表します。なんと、はい、熟考に熟考を重ねましたね、何回もミーティングして、計10時間ぐらいはみんなで過ごしたんです。どんだけあのファミレスにいたんですか、自分たち。そうよ、組に逃げと金払ってまでさ、ファミレスでも考えて、その後も考えて。電話でもあって、ミーティングしたんですね。やりましたよ、やりましたよ。それは自分言ってないですけど。何回もしましたもん。そして決まった、はい、ついに新チーム名、はい、トリガー最初からそれでええやん何だったあの時間って。本当っすよ、返してくださいあの時間を。本当にマジで無駄。正式に言うとトリガーアスリートチームで登録します、はい、トリガーじゃなくて、まあ、トリガー AC、はい、うん、というふうな形でね、登録したというふうに思います。ユニフォームもね、まあ、なんかそれに対して新しいロゴを作ったりとかして、まあ、どういう風にロゴ作ろうかって悩んでて、僕のいとこが漫画描いてて、あのアニメ化とかもしたぐらいの、結構有名じゃ分かんないですけど、まあ、視聴者の中には何人か知ってる、多分参考本とかも出てたし、深夜アニメやってたし、コラボカフェとかもあの原宿とかでやってたぐらいの作家さんなんで、うん、デザインを任せるって感じですね。そうですね、まあ、いとこに任せてもいいし、メーカーさんに頼んでもいいし、自分たちでやってもいいしっていうような形でですね、まあ、ロゴとか作って、でそこからユニフォーム作ってたんで、まあ、ちょっとユニフォームのお披露目とか、ね、まあ、先になるかもしれないですけど、それで登録名と実業団登録としては、それでトリガー AC でいきたいなと思います、はい、やっぱね、何回考えてもしっくりくるのはなかったんですよ。もうむちゃくちゃ出たからな、うん、アホみたいに出たな横内さんもね、いっぱい出してくれました。横内さんってさ、なんかさ30分ぐらい喋らへんしさ、急に出たと思ったらなんかファッみたいなファみたいな、一瞬みんな無言になってしまって、こんな空気流れるんだパテなテンテンテンみたいな、みんな出てくるし、トライブとかなんか、あ、トライブない、トライブは自分が言って、リレイさんもあちょっとは考えて、トライブあるやつ、はい、けどなんか生きりすぎて、カッコつけすぎやろみたいな、恥ずかったよ、ね、なんかめっちゃかっこいいのいっぱい考えた俺ら、すげえこう横文字でイケイケなやつ考えたけど、うん、これあの招集の時に、日体とかの招集の時に、あの団体名言わなかった、はい、最初に、あ、名前ないないです、あ、団体名を教えてくださいって時にトライブ。いたそう呼ばれるし、ね、しかも走ってる途中に名前呼ばれたりするし、ドライブ見たってなって、それがねちょっとね僕はあの恥ずかしかったというか、はい、だから想像したって、この未来を想像したらすげえ恥ずかしかったんで、その未来がシダ未来かと思った、未来未来多いな、知らん誰も知らん3人ぐらいしか笑ってない、トリガーってしっくり来てたんで、本当に LINE 来た時に、うん、もうってなりましたもんお前参加してるんやんか、ミーティングでも見てましたよこいつ、ミーティング参加するんだよな、そうよ、お前なんでいつもミーティング参加するでも案は1個出しましたよ、ドライブ、ドライブ、はい、いやでもみんなさちょっと行きそうになったからなんか責任感じてあかんあかんあかんって思いましたそう、みんな何時間も喋っとうのにさ、お前一人だけいつもさ絶対入らへん、ごめんなさい、なんでなの、でもうちお前女と飲んどんやろ、どうする3時間、そんなことも、あったかもしれないけど、あったかもしれないけど、その時はええけど、そこまで参加生徒は言わんけど、俺は。
ということでね、まあ、無事決まったということでね、まあ、大金もね、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、チーム、選手、別に募集はしてないんですけど、まあ、僕の知り合いでね、あの本当僕知らない人とかだったら全然嫌なんですけど、なんか関わったことあるとか、Twitter 倉庫をフォローしてるとか、一回喋ったことあるとか、まあ、その程度でこの動画見てて、なんか市民なんだけど、まあ、そんな何もできるかもしれんけど、毎回出たいな、試合出たいなっていう風な人がね、もしいたら、ちょっと一回ね、話とかくれたら、そうですね。うん、僕、一回考えようかなというふうに思います。今日は大金さん経由でもいいですか？いや、俺経由は、ないあんまり、レイルさん経由ばっかり。6でもないやつだと。それルイは友を呼ぶってこと？そうやめろお前。そんなん言い出して俺もね。うちのチームそんな6でもないやつしかなかった。個性突き抜けとるやつしかない。あともう一つね、報告とすれば、トリガー、次の大会どうしようかなっていうふうに考えたんですけど、一旦埼玉行きたいなというふうに思います。埼玉。はい。なんか千葉とか考えてたんですけど、はい、近場で攻めていこうかなってことで、埼玉県内で、まあ、夏前、6月。まあもしかしたらちょっと7月とかになっちゃうかもしれないですけど、うん、まあ会場抑え次第やろうかなというふうに思ってます。まあその辺もですね、また随時決まり次第、報告していこうかなというふうに思います。まあ今年のね、僕らの、2022年の、陸上競技の活動もね、ぜひ応援していただければなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。